劉昌生は中華民国の政治家。当初は北京政府、法典派に属し、後に国民政府に転じた。字は海泉。20歳で不正となり、塾で学生を教えた。1911年、東三つ吉正史書土志部で任用される。その後、東三世官銀総弁に昇進した。以後、調作人の法典派において、 文官として出世していく。1919年、国流交渉財政庁長処理となる。翌年6月に正式に財政庁長に任命され、さらに長ずみかん銀行総弁も兼ねた。1925年9月、中東鉄路、ただ主弁に移動する。1926年秋、法天省省長兼財政庁長に昇進し、11月には、 小立東北大学校長も兼ねた。1927年6月、張作林に北京政府農耕総長として起用された。張学寮による歴史を経た1929年1月、劉昌生は東北政務委員会委員に任じられた。翌1930年12月、国民政府中央で内政部部長に抜擢された。その後も、中央政治会議員、 国民政府委員、救済水災委員会委員、全国経済委員会委員を歴任、兼任している。1932年からは、北平政務委員会委員、軍事委員会北平分会委員を歴任した。1937年4月に、暗記省政府主席に任じられたが、同年11月までに辞任している。1941年、監察委員副委員長に任じられた。 1947年2月20日、療養先のニューヨークで病没。去年80、ありがとうございます。